はるみさん、こんにちは。ぜひこです。それでは今回なんですけども、PayPay7 月のキャンペーンで使えるお店を予想確認方法などを解説ということで、前回ですね、昨日の動画で紹介をしたんですけども、来月の7月からのワクワク PayPay について解説をしました。で、キャンペーンの内容としてはランチタイムやスーパーで使えるということだったんですけども、そこで今回は、どこのお店で使えるのか、それで、どこでそれが確認できるかということを予想しながらお伝えしたいと思います。まだ前回の動画を見てない方がいましたら、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをぜひ先にご確認くださいませ。それでは早速お店の予想ということで、スーパーのジャンルからお伝えしていこうと思います。こちらも PayPay の公式ページから使えるお店ということで引っ張ってきました。総合スーパーディスカウントということで、まずは OK ストア、あとこのグッデーとか石中っていうのは、まあこちらホームセンターなので対象かどうかというのはちょっと微妙な気がしますね。あとは竹屋、フードマーケット、マム、スーパーマルハチ、ミスターマックス、このリカーマウンテンというのはお酒屋さんなので、まあ、ちょっとこれも微妙な気がしますね。あとはロピア、ワタハンということですね。多分これらは対象にはなりそうですね。次に飲食店のジャンルですね。ランチが営業してそうなお店とすると、まあ、ちょっとこれ数が多いんですが、上島コーヒーとかフレッシュネスバーガー、かっぱ寿司とかですかね。あとはピザーラ、ピザクック、僕の好きな松屋、そして松の屋ということですね。まあ、今回気になるのは、まあ、このようなまあチェーン店だけが対象となるのか、もしくはその個人でされてるお店も対象となるのかっていうのがちょっと僕個人としてはすごい気になるところであります。ちなみに公式ページにはこんな風に出ています。対象加盟店、飲食店またはスーパーマーケットとして登録されているPayPay加盟店、米印で、対象加盟店は詳細は別途お知らせしますということなので、まあこちらに関してはキャンペーンが始まる前の数週間前には発表されそうな気はしますね。次にこちらの確認方法なんですけども、すでに今開催中のワクワクPayPayでご存知の方もいると思います。このマップ機能を使ってすぐに確認することができます。PayPayのアプリを開いたら左下の近くのお店というところをタップします。そしたらマップが表示されるので、今だと今月開催中のドラッグストアのキャンペーンをやってるので、例えばこの杉薬局の上にPayPayのマークの上にワクワクという風に表示されてます。これでそこのお店がキャンペーン中ということが確認できるので、まあ、7月のキャンペーンが始まったらぜひ活用してみてください。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回はですね、あくまでも使えるお店の予想ということなので、まあこれから更新される可能性というのはかなり高いです。そしてこれからもまだ公式で発表されると思うので、それまでぜひですね、今開催中のドラッグストアのキャンペーンをぜひうまく使っていきましょう。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。